こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回はガチ育成円卓いきましょう。相良、大谷、しらす、佐伯登場で戻、はいはい、初期値こんな感じです。いいね、結構ナイス初期値だね。はい、やっぱ精神結構食うので精神ポイントが多い方がいいですね。でチャンスまでのコツとかもないので、まあその辺でちょっと精神ポイントは多く使っていく感じだと思います。精神、大谷、はい、とりゃー来い、とりゃー来ない、まだだった。結構僕の中で円卓は彼女ほんと間に合わないイメージあるので、トリアーの人には早く来てほしいですね。ありがたい。阿部ひ。なーし。そう、最近なんかみんなくれないな。トリアー。あ、今2人いったんだよね。待って。で、トリアーの人いますね。精神行きたかったけど、まあ。これは OK。 いや、しらす先輩でいいと思うんだけどな。うん、ここはエピック拾ってサクッと。お、いいね。何がいいって、イベント起こるとやっぱそのイベキャラの評価が上がっていくっていう、この仕様非常に大事ですよね。足りない。もう相良いるじゃん。オッケー、ラブパワー、あ、いいっすね。ナイス。まあ今じゃなくてもよかったけど。あんまり踏みたくないな、まだ。エピック踏んでもっていう感じなんだよ、今。でも全部だな。行くとこないっすね、正直。メンタル以外。じゃあ、あえてメンタルにしようか。よし、一回目。うん、これだったらいきますね。戻、はい。まあ、彼女がいればこの辺で道草食えたりするんですけど、まあいないんでね。お、いいね。誰だろう。おお、素晴らしい。あ、どうしよう。これ、むずいな。体力マイナスか。さすがにこっちか。うん。人数増えるやつあったらいいけど。うわぁ。練習効果。ここは潰していかないとダメなの、正直。2ターンか。やめて。いやー、ムードクレイ。守備職。うん、佐伯いきましょうか。オッケー。守備職いらんわ。やっぱ毎秒起きにくいな。
うん、ここはモードで。まあ、なんとも言えない滑り出したな。サガラ早くして、サガラ。うん、ちょっとサガラ早くしてもらう。ファイアタリーとか、あとは安いコツを、抑え始めましょう。で、守備職はいっか。で、気分屋も、まあ、来たら使いましょう。基本的にあんまし掴みたいコツじゃないんで、積極的に。あんま好きじゃないんで。うん、でもまあ取っちゃうのかな、どっかで。お、モードいきそうだね。守備職人も4なんだけど。お、ちょうどいいですね。ちょっとリスクあるかな。まあ、これは行くか。よし。パワヒ、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 パワヒ。生物の待ち、回復か。育てた割には別にいらねえってやつですね。この辺の引きの運はありますね。これは無理するほどでもないな。モードささやきで、はい、これはいっちゃっていいっすね。チャンスメーカーナイス。いいね、意外性取ろう。オッケー、久しぶりに間に合った。久しぶりに間に合った。あとはイベント完走してほしい。メンタルエピックか、どうすっかなー。これ言っとくか。レベル1だからだいぶ怪しいですけどね。か。あーでもこれ、やる気3個も下げられるのか、無理だな。どうしましょうかね。ちょっと、エピック育てたい感あるなー。ちょっと待ってください。生物まだ1個か。ちょっとリスキーですけど、行きましょうか。ラブパワー信じて。よかった、うわぁ。1も上げてくんなかったな。やばいやばい、ペース遅い。だいぶペース遅い。お？いいぞ、砂地。まさかの砂地なんだけど。1秒でも早く砂地行きたいな。東条ですね。1個も取ってない。競争心次回行きましょう。はい。ちょっとやる気を回復して、あと誰か、誰でもいいから。オッケー、ナイス。よーし。やっ。レベル5。割といいね。ちょっと手汗かいてきた。シャスナチ。で、ですね。ちょいちょい上げていきましょう。まあ、天才覚醒待ちですね。で、あんまり上げると、その、徳能を取りたいときに取れないので、それは、なんか、程よいところで、止めながらでいいと思います。
うん、これ筋力いこう。シラスがまだだ。で、筋トクエピックも出るでしょ。山。あ、ではまあ、全然いい。あ、秘密。聖杯のありかがやっぱ一番初めに欲しいですね。頼むよ、魚。ペラッパ？おう、中吉だ。うわ、強っ。ダブルタック最強だね。今、大谷だった？内野安打取り、まあ、ダメだね。内野安打もダメだね。ちょっとこのデッキをやってるときはダメだ。意外性はいっちゃおうか。守備職ももうギャン、まあ一応待つか。強っ。満塁男来たか。うわー、大谷降格欲しいよ。うん、サワラを踏んどくのはなしじゃないけど。あと2ターンでスナッチが発動できると。ちょっと回しとくのありなんだよね、こんなの行くより。回しとこ回しとこ。精神じゃなきゃ無理だ。なんでここは普通にデートでいいでしょう。どうせ35とか25とか上げるでしょ。ちょ、待って、落ち着いて。あ、いける。危ねえ。そろそろいけるかなと思ってた。おう、あとは剣を振りかざしたいのかな。シャオキーバントとなんだっけ、守備職人か。明日よっしゃー、すごいぞこれ。がっつりいけますね。で、金属出てないんだっけ？出てないっぽいな。山。ちょいちょい走ってるけど、まだ全然不安だね。不安なれる。おお、悪くない。これだったらいけるかもしれない。うん、これは精神で取っておきたいかな。4人いるしね。4人っていうのが有効かどうか。あ、有効だわ。うん、ここは4人かな。ここでもいいですね。次バレンタインだしね。ここにするか、回して取った方が、うん、損して取っても。ちょ、ほんと、前部後部ともに頼む。ちょっと未完走が多すぎて、心が折れかけている。まずはめった打ち。で、うん、コツさんでもらっていいでしょう。ていうか、あと1ターンだし、タップしたい。っていう調整がいるので、ここは、デートで行きましょう。
どうせ1回は7月前にしなきゃいけないんだよね。コツ集まるかな、うまく。相良の評価はもう大丈夫でしょうっていうぐらい上がってますね。で、あ、ちょっと先に補給行きたい。うん、これで OK、とりあえず。いいっすね、素晴らしい。とんでもないほど入るよ、これ。満塁男か。守備職人も行くか、さすがに。うん、キベヤも行こう。もういいや。はい。もう行こう。はい。ナイス、ダブルタックだ。さよなら、イブシギン。悪くない。技術すげえ。来いよ。2回目。あ、いいっすね。相良も2回目です。メンタルで取ってっていいよね。さすがになんか出るでしょ。と信じたい。聖杯のありか。山、お、お、お、山。筋力か。そんな嬉しくねえか。あ、違うわ。筋トグ違うわ。臨床、ナイス。あー、東条だけどね。ここは取ってった方がいいな。うん、取って回してが基本ですからね。金徳2個いけるかこれ。あー、一応モードですね。打撃でいいかな。パワーヒッターだしね、モード。リベンジいってんじゃないの、追い打ちと。リベンジいってるかも、むしろ。いってますね。モードにしましょうか。で、回していこうかな。レベ1で取ってもしゃあないくね。うん、セーブとあと1個終わらせよう、ちゃんと。で、金徳狙おう。すげえな、これ、回り方が。うん、これは体力を消費してても、サクッと回していきましょう。もう2周できたわ。あー、1回目ー。おー、これすげえな。これ割と行きたいっすね。金徳出ないけども。あんま待ってもらんないよね。うん、ここで金徳出てたら完璧でしたけど。聖杯、聖杯、聖杯。ありか。ありか。ありか。おし、オッケー。これは大事。で、人数足んないですね。精神、精神。うん、お、いいところに。あ、むしろこれで良かったのかな。お、調子安定、体力。ちょ、ほんと、イベント行ってくれ。ちょっとモードを1回見たかな。イベント、イベント、イベント、イベント来てくれ。割とうまくいっている。うん。3人と2人ですね。で、どうしようかな。3と2か。うん。で、聖杯系が。
残り3ターン。あんま待ってもいられないかな。いいか、これいっちゃえ。山でお願いします。よっしゃー、記憶ゲット。頼む。乾燥して。あと1回。結構あと1回じゃない？後ろは。前が全然わかんないけど。OK、結構来てるぞ。山行って、6ターンかかるし、山。行ってねえだぜ。3人か、これ。3人3人だったら普通に、これでいいっすね。メンタル行って、で、ここを集めたい、かな。おぉ、いいぞ。強いメンタル。ちょっとモードが何回目か全くわかんないけど。4人いないか。スタックしたいしね、ここしかも。佐伯だと1人か。まあ、いっか、佐伯にするか。ちょっともったいないもんね。せっかくアップするのに。か、エピックにしよっか。もう、聖杯物は関係ないもんね。バント取るか。阿部ひねらにしよう。1取ってるしね、バント。うん。ここは間違ってないと思う。頼む。阿部ひ、広場。おお。阿部ひました。パワー取ってますね。オッケー。あ、いいんじゃない？割と。ちゃんと守備も上げつつ。まあでも関係ないか。セクション入るし。まあ、そうだな。これまだムードに動きないんで、モードは多分福井で終わってないっすね。ちょ、みかん多い。これは、マジで活かして。結構うまくいっている。OK、処理。いやー、頼む。ほんと頼む。うん。まあまあ出てますね。うん、これ聖杯もいけそう。ね、縦はもう諦めですね。3人か。あ、3人入っちゃいました。うん、これはもう3人入れた方がいいね、早く。本当に？ちょっと落ち着いて。3ターンだからね。そんな焦る必要ある？30点ぐらい上がるんでしょ、だって。もうそうっすね。30点ぐらい上がるはずですね。精神でいっか。うん、ちょっと待って。エピックがそもそもない。精神でいこう。止める。止めていく。で、ちょ、ほんと、本気でタックしたい。パワーヒッターもらったな。ささやきくれ。180うま。ささやきくれ。ささやけ。うわぁ。まだちょっとかく乱もあるからね。むず。これむずいな。大谷コツか。おっきいよな。でも全然すまないんだよね。
うん、ここは打撃に行こうかな。コツ2つか、すげえな。精神系行くか。おお、初級逆境もういいでしょう。精神練習したい。うん、これ多分行っても何の意味もないか。コツゲットってなんだろう。お、あー、マジか。マジか。逆ヘッドか。うん、これはタックすればいいっすね。うん、結構点は出てるな。いいよ、聖杯も完走できた。ちょっとイベント頼む。まず前は大谷さん。うわー、きっつ。これさすがにダブルタックっすね。あともう2ターンあるし、初球は取れた。本当に？打撃じゃない？筋力いるからってもう S だぞ。ちょっと落ち着け。僕広角打法なんていつでも最悪取れる。打撃いきましょう。これを全回収することを念頭に置こう。でない。おお、どうしよっかな。これいくとなんかうまみがすごい減る感じもあるけど、コツももう大体終わってるしね。いいや、これは下がりいきます。ちょ、ほんとあといべ、あと1回ずつぐらいだよ。再起が2回あるかもしれないけど。起きて。うわー、そのいらんわ。結構いじめじゃない？あといべ潰しなんだけど。あー、これやらかしましたね。またイベントに関そうなやつだな。ちょ、あといで、まずあといで。たおい。聖杯を調べてる場合じゃない。え、そんな辛いのこれ。そんな辛いのイベント関そう。マジか。ちょ、関そうしてー。え、すげえ強いんだけど、マジで。あ、相良さんのコーチ。しかも成功した。これ、やっべえ強いっすね。やっべえ強いな。ね、この時点でだって、101乗ったわ。割とコツもありますね。うーわー、これマジ先般すごいな。いかんわ。お、いた。シラスが超えた。シラスは吠えてくれるんだけどな。もう最近は連続で起きないと完走できないぞ。怪我チャンス。いやい、え、つえー、マジで完走してほしい。なんかないの。
なんかないの？マジで。結構走ってたなっていう印象だったんですけど、急にもうセク3で、セク4か、セク4全然走んないんだな。しかもなんか当てつけのようにサガラ成功するっていうね。サガラみたいな。うわーこれ、強いんだけど、ちょっとどうにかしてよ、誰かどうにかしてよ。前で大谷行こうよ、まず。大谷行こうよ。大谷。あ、OK。駆け込め、みんな。よっしゃ。あ、いいっすね。しかも、東条いる。広角打法。いるか広角打法。まあ、いるか。ないよりはあった方がいいか。うん、あっち行っても金利でしょ、どうせ。金利。はい。オッケーからの、ぷいっ、うわぁ終わった。しかもモードも全く来ねえ。ちょっと駆け込め。てか前回とまるでデジャブじゃないか。前回とまるでデジャブなんだが。来い。うわぁなんでだ、マジで。完全にデジャブなんだが。いやすげえ強え、なんなんこいつ、やばいな。前回より強いですね。お待たせ。0対0で迎える2回です。バッター荻窪、投げました、打った、これは強烈、いった、エンタックリードで迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面で荻窪、カットボールはボール、まずは外角低め、第2球投げました、打ちました、痛烈、いった。6回の裏エンタック攻撃に入ります。この回の先頭バッターは荻窪、今日2打点を挙げる、これはいい当たりだ、いった。前入れはちょっとモード何回いってるかわかんないんで、モード2回いってるな、守備職くれたな。ちょっとモード乾燥して、モードと東条乾燥して、せめてもう最強は諦めて。だって守備職取ってるんだぜ。もうモードうーわ、あーもう登場、あ、なんで最近もう無理、また金徳さんかけかよ、ここで。あ、しかも左だし、取っちゃったよ、一個。もう、マジか、いやー。ここでコツ連発してくるっていうダブルタックと。これどんだけいくんだろう、めちゃくちゃ強いね、こいつ。多分。僕の予想ですけど。死ぬほどいってるからな、コツ。ポイントバランスも。ちょっと筋力多めですけどね。ちょっとというか、かなり、かなり多めですけど。これひどくないっすか、マジで。きっつー。モード入れてて、まあサガラはイベント多いけどさ、モード入れてて完走しねえって。
マジか。はい、これはちょっと過去最高クラスにうまくいってた気がしますね。6回の裏エンタク攻撃に入ります。先頭バッターは荻久保、今日4打点を挙げて聖杯も行ったしな、こいつ。入った入った。エンタクリードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という。なんでモードのところの点数116、魔術師、東条、乾燥時、ハイボール、高級筆だ、もろもろ、佐伯もう泣きそう。このデッキでダメって泣きそうだな。しかも当てつけのようにダブルタック、当てつけのようにダブルタック、マジかー。これは強いわ。もうすでにほぼ欲しいやつ終わったわ。すげえなこいつ、めちゃめちゃ強くない？やばい、負けそう。大展開で迎える2回です。ワンアウトランナーなしという場面で荻久保、これはいい当たりだ、いったー、入った。4回の裏1点を追いかけます。円卓攻撃に入ります。トップバッターは荻久保、打った、これは強烈、入れば同点だ、入った入った。6回の裏円卓攻撃に入ります。先頭バッターは荻久保、今日2打点を挙げています。こうちょっと慎重に打とうぜ慎重に打とうぜ。結構うまくいってるやっぱ。これで金徳いってたらやばかったな。投げました。もうカウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げました。完走しにくいんだね、円卓方向ね。投球これから5球目、打ちました、痛烈、いった、入った入った。ちょ待って、おかしいおかしいおかしい。円卓攻撃に入ります。トップバッターは荻久保、今日はソロホームラン3本を打っています。第2球投げた、ボール、カウント1ボール1ストライク、投げた、これはいい当たりだ、入れば同点だ、いった、入った入った。同点で迎える10回です。今日4打席連続でホームランを放っている荻久保、ボール、第2球投げた、打った、これは強烈、いった、うわーきついなきついな。これでメンタルダブルとか来たらもう僕発狂しちゃうかも。あー、取られた。まあ突っ込みますか。ここ行くか、まあこれでいいか。はい、うん、強えな。ふぃー、どうすっかな。割とどうしましょうかね。筋力はもう絶対に余る。まあ、いっか、これで。これで終わってからでいいでしょ。知ってるわ、チェンジアップを。知ってるわ、知ってりゃ怖くないですね。チェンジアップとスクリュー方向に絞ってれば正直なんてことはないですね。こいつは第2球投げた、膝元外れてボール、バッターよく見ました、カウンター2ボールノーストライク。わー、ちょ、やってしまったここはうまい。やべ、リードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面で荻久保、第2球投げました、打った、当たりだ、センター下がった、うん、なんとかボールは中継、東条3塁です。円卓勝ち越しのチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で荻久保、これはいい当たりだ、完璧だー。金徳以外こういうサクセスをしたいっていうサクセスがバッチリできましたバッチリできました。マジか。
いやーこれしたいな。前回より全然ハマったわ。これなんか SS さんくらい乗らないかな。したらなんかドヤれるんだけど。ドヤーっつってね。ドヤーっつって。深夜だからテンション高いね。やっぱ無駄になった精神もチャンスで吐けれるな。これはポイントバランスもかなり最高ですね。ちょっと敏捷足んねえなっていう印象はありますけど、まあ、これくらいが多分標準なんじゃないかな。うん、なんか言っても45っていうイメージあります。ですよね、結構出てますよね。ですよね。はい、じゃあやりましょう。うん、やっぱすげえつれえな。筋力。精神すげえ余るな。コブとかいらねえしな。これもう、あ、これキャッチャー行こっか。これはキャッチャー行こっか。もうなんか筋トレ完走しなかったからいいや。え、強っ。ははっ。え、もう全部言ってるんだけど。特納も全部言ってないか、こいつ。流し打ち。精神を使いたい。ほんと全部言ってるな。全部言ってるからどうしようもないんだけど、正直。そっか、粘り打ち系は取れないと。技術がちょっと欲しい感じですね。ってなると、だけのやっぱどうしようかなってなるな。粘り打ちやめよう。こっからどうできるかな。ね、どうもできねえな。早急取ってなんか粘り打ちいけねえ。まあこっちか。これか。まあいいでしょ、これで。強っ。強っ。凄まじい強さあるんだけど。すげえな。これ SS さん乗んないかな、ほんとに。うおー、やば。強っ。これはやばい。もう意味がわからないぐらい強いわ。え、これ、金徳の感想のポイントもなしの3個かけてますからね。
まあ、確かにこのサクセスは相当うまくいってましたからね。やば。あ、メンテ入っちゃいました。メンテ入っちゃいましたが、壮絶なサクセスができたかなって思います。円卓は僕の動画見ろっていうのがこれでどうやれるかなって思います。天才使ってこれでいったら結構面白い結果が出せるかもしれませんね。で、メンテ入っちゃったんで、ちょっとここで動画は切ることになりますが、ぜひ皆さんこの動画を参考に、しらす先輩を、僕はしらす先輩を超押していきます。はい。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。